お世話になってます。ゴーストトリック実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。前回4章にね入って、で早速リンネさんが死んでしまったんですが、狙撃されたって言ってたよね。あー、ここはいけないんだ。まあちょっと操作をしていく感じか。まず全体像を把握するか。下なんかありそうだけど、まあ、下にね管理人さんが歩いていったんだよね。上はこれ以上行けないわ。なるほど。とりあえず死体に近づく。ああ、手帳があるんだ。一応何があるか。デスクライトで電話でしょ。にゃん、電話スイッチオンすると光るね。うん、動くか。一応動きを見ておく。ああ、メモを照らせんのか。メモを調べようとすると暗くて見えない系。この目に痛いピンクのノートは何なんだろう。目に痛い角度で棚の裏に突き刺さっている。きっとこの部屋の主は片付けが苦手なんだろう。ああ、これは開いてないから読むことはできないんか。変わんないね。うん、上なんかあるけど上にはいけない。あれ本かな。カバン、何もない。あ、下いけんじゃんね。わあ、なんだこれ。下、何この部屋。マトリョーシカなのかな。違うな、なんだこれ。アイアンメイデンかい。何部屋これ。怖っ。何あの右のやつ。なんだろう。あ、ボーリングの玉みたいなのがあるね。雑多すぎるな、なんか。下はこれからか。モーターがあるんだね。じゃあ、あれ？こっからならいけるか。リンネさん。会話できなかったんだよな。前もね。相変わらず気絶している。ミサイルとは話せたんだけど。おお！あ、初コンタクト取れる。ここは一体。気がついたのか。私どうなっちゃったの？ちょっとすみません。私のこと綺麗に無視ですか？あ、その申し訳ない。死んだ人間に話しかけられるのは慣れてないので。人間に話しかけられるのは初めてか。くねりさんの正体がわかんないけどね、まだ。死んだ？やっぱりそうなんだ。ダメ、思い出せない。私っては一体何者なの？やれやれ、彼女が私に見えてきた。何者なのよ？どうやらみんなは君をリンネと呼んでいるようだ。みんな記憶失っちゃうんかね。リンネ、へえ、割と可愛い名前ね。そしてどうやら君は刑事らしい。刑事ってあの、みんなの憧れ、正義の味方の？かなり自己中心的なイメージだが、多分その刑事だ。そうだ、そうだよ。何か思い出したの？こうしちゃいられない。おっ！いや、その人ではない。野田か。今夜この街で大変なことが起こるんだから。大変なこと、確かに大変なことが起こっているようだ。あんたの顔そっちじゃない。よく見ろ、死んでる方だ。あれ、それはそうか。これじゃあんまりだよね。あんまりというのはどうかと思う。そうね。おー。これね、うん、しっくりくるかも。今夜この街で大変なことが起こる。もしかしてそいつは私の死に関係があるかもしれない。教えてくれ、一体今夜何が起こるんだ。ん？私に聞かないでよ。てか死後はあれなんか、自分の見た目は自由に変化可能なんすかね。便利だね。え？全然思い出せないの。多分死んじゃったせいで。はあ、何か大変なことが起こるっていうことだけしかわかんないんだ。もうどうしてくれんのよ。モヤモヤするじゃない。うちのセリフだよ。とにかくあんたには聞きたいことがある。いいな。あー、上から行きますか。私について。私は自分が誰なのか、なぜ殺害されたのか、その答えを探している。
何か手がかりが欲しい。今のところ分かっているのはシセルという名前だけだ。シセル、それがあなたの名前なの？そのようだ。確かに思い当たる気がする。私は今夜君と会っている最中に命を奪われたと思われる。だから少なくとも君は私を知っているはずなんだが。あなたと会った？ダメか。そうだ、外のゴミ捨て場の外れでな。記憶全部なくなっちゃうんかな。断片的にしか。お、あ、でも思い出す。そう、そうだそうだよ、思い出したわ、あなたのこと。本当に？やはり君は私の手がかりだったようだ。でもごめんなさい、悪いけど力になれないかな、私は。なぜ？だって知らないから、あなたのこと。ん？どういうことだ、思い出したのでは？だから思い出したの。あなたを知らないってこと。え？あー、じゃあ偶然居合わせたっていうことなのか。知らない二人か。自分の死については。それで私やっぱり死んだの？そういうことになる、気の毒だが。どうしてなの？今年やっと試験に合格して。ああ、今年刑事になったんだ。これから悪者をバリバリ捕まえられるはずだったのに。もう暮れですもんね、時期的にはね。春ぐらいに刑事になったんだろうか。どうしてこんなとこで死ななきゃならないの？やはりショックのようだ。無理もないが。私は彼女に全てを語った。今夜起こったこと、死者の力について。取り付く、操る、そして死の4分前へ戻る。すげえ便利な設定だよね。君が命を落とすのは実はこれが初めてではない。今夜君はすでに一度撃たれて死んでいるんだ。そしてあなたが助けてくれた、そういうわけ。まあそうだ、覚えてないだろうか。覚えてないんでしょうね、きっとね。ミサイルは俺に救われたことを覚えてたからな。なんとなくそんな気がする。ああ、私確かに撃たれた。黒ずくめの青い男に。ちょっとだけ死んだ記憶が残ってんのか。やはり死は消えてもその記憶は残るようだ。そうか、私死んだんだ。今夜2回も。かけるべき言葉はない。立ち直るのを待つしかないか。ねえ、これって新記録じゃない？ある種人として。ポジティブ、ポジティブお化けか。まあそうだろうと思う。もう立ち直ったようだ。それぐらいじゃないと刑事はやっていけないのかも。知らない二人。それでは君は私のことを知らない？あなたが誰かこっちが知りたいぐらい。では我々は今夜偶然会ったというのか。その可能性あるよね。もちろん偶然なん、ん？もちろん偶然なんかじゃない。そもそも私がなぜこんな町外れに来たと思う？私ね、呼び出されたの、今夜ここに。呼び出された？誰に？わかるでしょ、この話の流れなら。まさか。あなたよ、あなた。俺はなんか豪華なサロンにいるやつと取引しようとしてるっていう話でしたよね。私が君を呼び出した？一体なぜだ？その質問そっくりそのままお返しする。なぜ私を呼び出したの、こんな町外れに。なんということだ。当然のことながら私には思い出せない。もうどうしてくれんのよ、モヤモヤするじゃない。どういう感じに呼び出されたの？凛ね、君に一つ頼みがある。恩に着せるつもりはないが。何かしら。これから4分の間に君は蘇るだろう。そしたら私のことを調べてもらえないか、明日の朝までに。そうなんだよね、タイムリミットあんだよね、俺には。私が誰か、そしてなぜ殺されたのか。本当に悪いんだけど、その約束はできないかもしれない。なんでよ。なんだって。今は思い出せない。でも今夜私は何かの事件を追いかけていた気がする。私にとってとてもとても大事な事件を。だからもし生き返ったとしても、あなたのことを調べる時間は多分ない。今夜この街で何か大変なことが起きるっていうのと、まあ直接関わってるんでしょうね。
命の恩人に向かって言う言葉じゃないよね。ごめんなさい。そっか、それは残念だ。私の方も一つお願いがあるの。なんだろう。あなたとの約束は多分守れないかもしれない。それでも私を助けてほしい。勝手なことを言って本当にごめんなさい。でもこのまま死ぬなんて嫌。私は今夜何かを追いかけていた。もしかしたらそのせいで死んじゃったのかも。でもそれでも私は決着をつけたい。ダメかな。さっき言ったはずだ。恩を着せるつもりはないと。え？命を材料にして取引するつもりはない。私は君を助ける。その後は君の問題だ。キセルかっけえな。うん、わかった。まあ多分つながるでしょうしね俺のね、正体ともね、この子が追ってる事件が。それではそろそろ戻るとしよう。君が狙撃されたその4分前に戻ります。彼女の2度目の死、その事実を書き換えるため、私は再び過去へ向かった。彼女はあの状況で私に手を貸すことを約束しなかった。それで私は確信した。彼女は信頼できる。うん。管理棟、管理人室か。逮捕されてここに、まあ閉じ込められてるっていうか、連れてこられたんだよね。嫌な予感がする。あ、いるわ警察。あ、これリンネのメモだったんかな。それを隠した。あ、リンネ刑事殿どうかされましたか。隠れてないけど。いや、そのそう、お腹減っちゃったから出前でも頼もうかなって。なんですって、刑事さんがそんなことされたら困ります。ごめんね電話してる。雑用なら本館にお任せあれ。チキンでいいですね。チキンステーキ一つ。勝手にメニューを選んじゃうタイプあ、いいの、その気持ちだけでもうお腹いっぱいだから。俺はそれでもう注文しちゃったから困ると思うけど。私一度署に戻りたいんだけどな。それはその困りますね。もうじきカバネラ警部殿が来られますのでお待ちください。あ、来た。あー、はい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 。下で話した後ここにこの感じでね、さっさっさってね。お待たせ諸君。合流した後に撃たれたんか。あ、ご苦労様ですカバネラ警部。あー、君もご苦労だね。悪いんだけどちょっと外を見てきてもらえないか。了解であります。二人っきりになる。やあベイビー、ベイビーって呼んでんだ。今宵ご機嫌はいかがですかな。目をかけてるって話でしたよね、リンネに対して。カマネラさん、どうしてここへ。確か特別捜査班は今夜大事な極秘任務があるって。極秘任務か。なに、ベイビーのピンチに比べたら大したことじゃないさこれどうなんすかね。他にもベイビーって呼んでるのかな、部下のことを。輪廻だけ特別だったらキモいな、さすがにありがとうございます。ベイビー呼びきついな。ちょっと待ってください、私のピンチってもしかして私疑われてるんですか。あの赤くて尖った人を撃ったって。私あんな人会ったこともありません。うん、本当に呼び出されたって言ってたけどさっき。うん、ベイビーは彼に会ったことないんだね。あ、いえ、その私今夜あいつに呼び出されてここに来た。私が追っている事件に関して重要な手がかりがあるってそう言ってきたんです、あいつの方から。なるほどね、そうなんだ。でもおかしいな、今君の署が抱えている事件のリストを見てきたんだけど、現在君は大きな捜査には関わってないみたいだけど。独自に追ってる。個人的なのか、また別の人からなんか秘密指令的な感じで動いているのか。
ベイビーを疑ってるわけじゃないよ。誰かに撃たれることはあっても誰かを撃つことはない。ベイビーのことはよくわかってるさ、僕はね。どう受け取ればいいんだろうな。まあ信頼してるんでしょうけどね、リンネのことをね。ただ君にもしものことがあったら申し訳が立たないだろ。あいつにね。誰？なんかあんだな、過去に。あのカバネラさん、教えてほしいことがあります。なんだろうな。正直に答えてもらえますか？もしかしたら今夜なんじゃないですか。何のことかわからないよベイビー。お、伏せるんだ。あー、ここでもう撃たれんだ。気づいたね、カバネラ警部はね。どうやらベイビーは疑われているようだが、カバネラさんがそんな人じゃないもん。確認しておこう。私を撃ったのは君なのか。私はそんな人じゃないもん。とにかく殺し屋は外からリンネを狙っている。弾丸の侵入を防ぐのは難しそう。とにかく始めるとしよう、4分間のゲームを。あの位置が悪いんだよな。奥の方で話してもらえれば避けられそうだけど。わー、始まったぜ。お、俺今そこにいんのか。死体があったとこか。ねえねえ、考えたんだけど、私なりに。私を撃ったやつって外にいるんだよね。そのようだ。ここにいて飛んでくる弾丸をひねり潰すより外に行ってそいつ本体をひねり潰してやりたい。あー、目をキラキラさせている。あなた電話を使えば自由に移動できるんでしょ。そうだ、ゴミ捨て場の番号ならば知っているからな。私としてもまた撃たれるの嫌だし。そういうアプローチ。仏の顔も3度までって言うじゃない。私たちが仏か、疑問の余地はあるが、まあ仏かも。電話か、試してみるべきか。ああ、なるほど。右行けないわ。下になんか行けるかもしれないけど、先にコメント見る。コメントでもあれかな、嫌な予感がする。あ、そうだよね、これ動いちゃうんだよね。見ない方が良かったか。電話、出前だよね。お弁当屋さん的なところに行けちゃう。お、あ、ここだ。待ち合わせしてるとこだね、キッチンチキンね、カノンさんと。こちらチキンまみれのキッチンチキンです。チキンステーキ1つ。はい、ご一緒にフライドチキンはいかが。あ、いいの。あ、移動できる。通話先に移動しようか。ここに移動してもな、できんの。あ、いけるんだ。あれ、死後の世界だと電話は移動には使えないっていうねのが出てたけど。もしもし、それであのお届け先は切られちゃった。ひでえな。ひどいな、警察官さんよ。その切り方はないわ。かわいそうよ。キッチンチキン。このタイミングでもういるの？あ、なんだ？気にしないさ。チキンの一つや二つ。歌ってる。歌が好きな感じの人なのか。おお、三つともなれば話は違えども。まあ、慣れっこってことですかね。客商売は大変だね。で、いない、まだ来てないか。こんなことしてる場合じゃないんだけど。あ、上もあるね。わあ、なんか塊魂の王様みたいなバーテンダーが。上はバーになってんだ。また違う。あ、やばいんじゃない、ちょっと待って。こんなことしてる場合じゃなかった、失礼しました。ん、おや、おかしい、どうしたの。この電話今繋がってない。いつも赤く光っている電話線が見えない。え、でも私たち電話線でここに来たのに。
あ、そうだよね。あ、通話中は使えるんだ。なるほどね。じゃあもう戻れないわ。そんな、電話線が閉じている限り通話できない。もう一度最初からやり直すべきか。ここで座して死を待つしかないのか。キッチンチキンの捜索をするか。じゃあメニューボード、あ、ベルがある。鳴らすと何も起こらない。誰か、誰か助けてあげてダメでしたね。ああ、もうこうなるんだ。死亡シーンも見えないんだ。過去では電話線を自由に使うことはできない。とはいえ、とにかく使えばいいというわけでもないようだ。殺し屋敷の潜んでいるところへ行ければいいのだが。外か。ゴミ捨て場の外と電話してもらいたい。下、下でも動きないな。あ、あ、人いるね。いるよ、管理人さんが。へえ、何ここ。電気ないんだ。カンテラで、あ、あ、自動でもう動いちゃうね。今んとこ下は何もなさそう。キャスターを移動できる。おう、あ、いいねいいね。右に誘導するんじゃないか。ちょっと私をびっくりさせないでよ。どうしてくれんのよ、あれで寿命が縮まったら。かわいそうじゃない、私が。言うね。その寿命ならもうすでに終わっているわけだが。死者に鞭打つようなこと言わない。こっち側はマイクロスコープ、調べられる。あ、写真も調べられる。写真、これ何？古い写真。小さな石ころのかけら。ぼんやり光ってる。なんだかわかる？申し訳ないが、記憶を失った私には何とも。いや、いいの。社交辞令で聞いただけだから。ここは、あの、管理人さんのデスクになるんですかね、一応ね。たまにひどいことを言う娘だな。あの、口に出さなくても聞こえてますけど。もちろんわざと。やるわね。いいコンビになれそうだけど。マイクロスコープ。こいつはなんだ、大きな爪切りにも見えるような。爪切りには見えないでしょ。見えないでしょ。リンネ、君にはわかるだろうか。はあ。なんで目をそらしてる？私に聞くわけ？え？それはね、科学の人が使う科学の道具。私たち下々のものには縁がないの。科学に何らかのコンプレックスを持っているのか。科学というものには覚えがない。うん。どうやら彼女には苦手なものらしい。あー、やばい、進んでいくね。こっち側もう行けないから、左側でなんか動かせる。あ、ま、ごめんね。寿命を縮めてしまった。これじゃない？メモを照らすんかな？これで、ここにいるもんね。ちょうどおあつらい向きにね。スイッチオン！ほら！これは？リンネ刑事殿の手帳。そういえば、あの時、リンネ殿、一人で踊っているのかと思ったけど。そう捉えてくれてたんだ。これは怪しい！怪しいぞ！調べよう。今日なんて書いてあるかわかんないもんね。これはもう電話、報告しないと。リンネ殿がこっちを向いていたらこっそり、なんてできないな。あ。リンネを向こう向かす？あ、でも電話してる。あ、これ今、どこに電話してる？やった。外出れる。どうした？言われた通り、リンネ殿に気をつけていたのですが、確かに怪しい動きがありました。なんだと、カバネラ警部の言った通りか。手帳をその、隠していたみたい。手帳？はい。それは怪しい素振りで、それは分かりやすい場所でした。他には？ピンクの、それは手帳でした。他には？そういえば電話をかけてました。その手帳を見ながら。ね。わかった。後で見に行く。気がつかなかったふりをしておけ。後で見に行くか。
まあでもこれ外出れるよね。ねえねえ見て、電話線が赤く光ってる。今ならいける、電話線を使って。確かに刑事は外のゴミ捨て場にいる。そしてそこには私を狙うフラチなあいつがいる。移動しよう。なるほどね、電話通話させるっていう動きが重要になってきそう。